こんにちは、こんばんは、ひげの部屋です。本日は、覚えたからね、という話を読んでいきたいと思います。最後まで楽しんでいただけたら幸いです。それではどうぞ。覚えたからね。私は、今年の夏はずっとバイトしようと決めていました。夜は警備のバイトをして、そのまま朝新聞の配達をして寝るという生活が続きました。ある日、社員の人が、10分ほど行ったところにあるビルなんだけど、ちょっと異常があったから見回ってくれない？バイト代に色つけるから。と言ってきたので、一緒に回る友人、まあ仮に友人を A としましょう。そいつと二つ返事で承諾していきました。その時はさほど変には思わなかったんですが、普通バイトの時給にプラスでバイト代を出すなんて、今考えればやっぱり変ですよね。異常があったのは、5階建ての雑居ビルで、見た目からしてなんか出そうなところでした。表の鍵はかかっていました。もちろん裏も鍵はかかっていました。鍵を開けて、私と A は中に入りました。異常があったとされる1階も何の問題もなし。一応各フロアも回るようにと言われていたので、私と友人は各階ごとに1人が見回り、もう1人が非常口が見えるエレベーターホールに待つことに決めました。そして5階は友人が見回り、4階は私が、ということになりました。5階は普通のオフィスで、A が見回っている間、私は非常口のドアはと、ノブを回したのですが、鍵がかかっているので全く開きませんでした。A が、異常はないよ。こりゃ儲けたな、と笑ってホールへ戻っていきました。次は4階。私が見回る番でした。階段が使えなかったので、エレベーターで4階へ。そこは倉庫として使っているのか、ホールにも段ボールがたくさん積んでありました。さて行くか。そう思ったとき、私の携帯には会社から電話が入ってました。アンテナが1本しか立ってなく、やばいかなと思いながら、出るとすぐ切れてしまいました。表示は圏外。A はここで待ってて、私は外に出て電話をかけ直すと言って、何の気なしに非常口のドアノブをひねると、なんと先ほどまで開かなかったドアが簡単に開きました。5階で非常口を見回っていなかったので、私は階段で行くことにしました。5階は異常なし。4階に戻ると A が慎重すぎるよと笑っていました。3階、ここも非常口のドアは鍵がかかっているらしく、開きませんでした。2階も同様に鍵がかかっていて、開きませんでした。1階に着いた時、携帯がまた鳴って、表示を見ると会社から。アンテナは3本立っていました。あれ？そう思うと、電話に出ました。社員の人が A のことをしきりに聞くので、普通ですよ。どうしたんですか？と聞くと、何度もさっきから A の携帯番号で会社に電話がかかってくるらしく、しかも出るとザーッというノイズ音しか聞こえないので、何かあったのか、そう思ったそうです。
いや、何もないです。 A の携帯の故障じゃないですか、と笑いながら言うと、何もないならいいんだ、と言って電話が切れました。階段で4階まで行くのは疲れるので、エレベーターで行こうと上のボタンを押したんですが、一向にエレベーターは4階から動きませんでした。私は A がいたずらしてるんだと思い、仕方なく階段で4階まで降りました。 A はエレベーターホールにはいませんでした。エレベーターを見ると1階に、 A が私を驚かそうとしてどこかに隠れているのかなと思い、一応4階を見回ったんですが、なぜかどこにもいませんでした。先に3階を見に行ったのかなと、エレベーターを呼び、乗り込むと A の携帯がエレベーターの中に落ちていました。 A のやつ帰ったのか、そう思い、一人で3階のフロアを見回りしました。終わった、疲れた、もう帰ろう。この時重要なことを思い出し、脱力しました。この場所には会社の車で来たんですが、運転は A が、私に至ってはバイクなら運転できんですが、車は運転できない、これじゃ帰れないかと思い外に出ると、案の定会社の車はそこにありませんでした。仕方なく私は歩いて会社へ戻りました。その日 A は私を置いて会社に帰り、そのまま仕事を辞めてしまったそうです。会社の人は私に、もう帰っていいよと。何か釈然としないものを感じましたが、臨時収入をその場で渡されて、まあいいかと、結局そんな風に思ってしまいました。制服をしまうとき、ポケットの中に A の携帯が、返すのを忘れていたのを思い出しました。忘れてたというか、会えなかったってのが本当のところなんですか。 A は自宅に電話を引いていないので、携帯がなきゃ大変なんかななんて思って、文句ついでに届けてやろうと、新聞配達の後 A の実家に行きました。 A の家はかなりボロいアパートの2階の階段前、寝ているけどいいよねとチャイムをしましたが、出てくる気配はなし。何でも押すと近所迷惑だろうなと思ったので、夕方にでも来てみようと、私は家に帰って寝てしまいました。しばらくして私は電子音で叩き起こされました。時計を見ると7時30分、鳴っているのは A の携帯でした。仕方なく私が出ると、電話の相手は A の母でした。また A のアパートへ行きました。チャイムを押すとすぐに A の母親が出てきました。ドアの隙間から A の部屋がちらっと見えたんですが、変な柄の壁紙が貼ってありました。私は携帯を渡してこのまま帰るつもりだったんですが、誰かが階段を登ってくる音が聞こえると、 A の母はここじゃないんだからと私を部屋の中に入れ閉じ込めたんです。中に入った時、私の顔はきっと真っ青だったと思います。それはその変な柄の壁紙は壁紙だったのではなく、指から血が出ても壁紙をかきむしり続けた、そんな跡だったからです。それが壁一面にあったんです。 A の母親はペンキでも塗らないとダメねと雑巾でこすりながら苦笑いしてました。 A の母親の話では、
A はあの仕事中に人を殺してしまったと。 A の母親に電話を入れたそうですが、途中で叫び声とともに電話が切れてしまったそうです。その後何度電話しても話中で、父親と話し合い、彼の母親が始発の電車で A のところへ来たそうです。そして管理人さんに電話を借りて A の携帯へ電話したそうなんです。それを僕が取ったわけです。あいにく A の部屋の両隣は留守で、中で何があったかわからないと言っていました。そして先日 A から電話があり、会うことになりました。 A はまるで別人のような顔つきになっていて、はっきり言って喋れるまで本当に人なのかとさえ疑うほどでした。実は A から電話があった後、彼の母親から電話があり、 A があなたに何言っても全て A が疲れていたせいだ、なんか幻覚なんじゃないかと言ってくれと言われていました。その言葉に A は普通では考えられないようなことを言うのだろうと覚悟を決めていた。そして彼が語った話とは、あの日私が A と4階で話し、階段を下に降りて向かっている時、エレベーターが1階に降りていったそうです。 A は私がダッシュで階段を降り、自分を驚かせるためにエレベーターで上に上がっているんだと思っていました。逆に脅かせてやるつもりだったそうです。そしてエレベーターの前で扉を背にして立っていました。エレベーターが開く音、誰かがゆっくり A に近づく感じ、しかしその時非常口のドアが開く音がしたんです。 A はあれ？と思って振り返りましたが、その目には非常口が閉まったところしか見えなかったそうです。まさか泥棒、そう思った A は急いで非常口のドアを開けたそうです。すると扉か何か当たったそうです。懐中電灯を見るとそこには髪の長い女が倒れていて、しかもその女は体をうつ伏せにして頭もほぼ上を向いていたそうです。A は怖くなってエレベーターに駆け込むと、その中から電話したそうです。人を殺した後。その時、スーッとエレベーターのドアが開いたそうです。そこには、頭が嫌な方向に曲がった女が、這いつくばりながらいたそうです。エレベーターのドアが閉まる、が、女の腕に邪魔されてまた戻る。そんなことが何回か続いたそうです。そして女は立ち上がり、曲がった頭を A の方向に向けて、覚えたからね、と言ったそうです。A は女を突き飛ばしたそうです。そしてエレベーターは1階に。A は無我夢中で会社へ逃げたそうです。いきなり会社を辞め、バイクで急いで家に帰ったそうです。部屋にいても女がやってくれるのではと、そういう考えが頭を離れず部屋から逃げ出したそうです。 A が後になって下の住人から朝までガタガタ何やってたのと言われた時は、あの女が来たそうだと思い込んでいたそうです。その話を聞いて私は嫌な汗が出ました。下の住人からすれば、私が A の部屋に行った時も A の部屋にはそれがいたってことですよね。玄関には鍵がかかっていなかったんです。これがサスペンスドラマなら私は必ずドアを開けてますよ。
もしも本当にそうしていたなら、私はそれを見てしまったかもしれないんです。 A は今はそのアパートを出て違うところに引っ越したそうです。臨時収入をつけてくれると言った会社がこのことを知っていたかどうか、それは分かりません。私の結論的には、エレベーターは必ず前を向いて待ちましょう。扉はゆっくり開けましょう。人の家のドアはどんな時でも開けようとしない。けどそれが人間でなかったとすれば、結局何をしても無駄なのかもしれません。そこの扉を開けた時、それに当たらない保証があなたにはありますか？